はーい、こんにちは、つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今日はね、本題の紹介なんですけど、まあ、今回ここですね。これ、文春文庫ですね。僕の持ってる文春文庫をね、並べました。結構ね、持ってた。350冊ぐらいは持ってますね。で、僕の持ってる本で、三大文庫レーベルっていうのがあるんですよ。で、それは僕が昔から集めてるレーベルなんですね。で、一つは、この前やった、講談社文庫。で、二つ目が、文春文 文庫で、もう一個が新潮文庫なんですね。その三つはもう結構な数持ってます。岩波文庫とか河出文庫とかは、まあ、最近なんですよね。どちらかというと集めてるのはね。だから、その三つのね、三大文庫レベルは 最近全然ね、本棚出してなかったのよね。まあ、この前、講談社やりましたけど、今回は、文集。そして、次回あたりにね、新調文庫の本棚出したらいいなと思っております。はい。まあ、早速やっていきましょう。まあ、一番ね、上から行きますけど、ここですね、黒いとこですけど、これ一番上ね、村上流の存在の耐えがき、サルサがあります。もう村上流ね、文集文庫まだあるんですけど、サルサ最近買ったんですよ。だから、他のやつはまだ買えてないんですね。まだチビチビと買って できます次、尾崎世界観のね、ゆうすけ G ですね。尾崎世界観はね、最近、芥川賞の候補にもなりましたから、ちょっと読んでいきたいなと思ってますね。あと、元月さんの、影の住みか。これあの、芥川賞取った作品ですね。で、若いスーさんの農病院へ参りますね。これあの、文学界新人賞を取って、で、芥川賞の候補になったけど、受賞はしなかった作品ですね。で、古川秀夫さん2冊。古川秀夫もね、僕あんまり読めてないんだよね。あの結構ね、純文学の ね、賞取ってるんですよね、この人ね。だからちょっと読んでいきたいですね。松田久明ね。 僕好きなんですよね、松浦久喜。半島がね、ちょっと高いっすよ、今。あの、値上がってますね。松浦久喜自体はもう、めちゃくちゃ本あんだけど、どれも高いっていう感じはしますね。で、田中信也さんの神様のいない日本シリーズと、夜雲ですね。夜雲ね、2冊持ってんですよ、僕。これちょっとね、今値上がってて、千何百円ぐらいするんですね。だから100円とかで見つけたらね、もう買っちゃうんですよね。千円以上する本は、100円で見つけたらもうね、持ってても買うことにしました。なんか誰かにあげ で、花村満月さんの10冊ね、私の鎖骨から、あと、触覚器から王国器シリーズが続くんですけど、今、午後の卓球かななんかがね、ちょっと高くなってんですよ。シリーズどんどん進んでいけばいくほど高くなるみたいなのあるんですよね。これはもともと、ゲルマニウムの夜っていう芥川賞作品があって、それのシリーズなんですよね。珍しいよね。芥川賞の作品でシリーズって結構珍しいというか、純文学でシリーズってあんまないから、 であと、ゆうみりさん、ね、の4冊ね。ゆうみりさんね、こう、5が出たらしいんですよ、最近。だから、それちょっとね、欲しくて。一応、チェックはしてますからね、僕ね。新刊情報、一応、チェックしてますから。欲しいと思ったら、もうすぐアマゾンで登録したりするんですどね。で、斎藤みな子さんの8冊全部揃ってますね。斎藤みな子さんは文芸評論家ですかね。結構、文学的なね、話とか。 書かれてる方で。僕結構好きですよ。大江健三郎5冊で、ね。これようやく揃ったんですよ。最近ね、この兄さんの厳粛な綱渡りっていうのを買ったんです。上下で。これヤフオクで買ったんです。この文書文庫版では、アマゾンでは買えないんですよ。で、僕はもうね、それヤフオクとかね、いろいろ使って入手しましたけど。いや、嬉しいねー。で、あと奥泉光さん4冊ね。石の来歴で芥川賞を取ってますけど、そっからはね、ミステリーになってるんだよね。桑形浩一純教授シリーズっていう ミステリリーーのシリーズで、すねで、下行きますと、この下の部分ですが、これ、なぎけいし先生が23冊で、ね、あるんですけど、途中ね、1冊持ってないんですよね。この3番がなくて、これね、落葉小僧かなんかっていう本なんですけど、それだけね、なかなか売ってなくて、で、最近、この24番が出たんですね。小屋をもすって っていうやつなんだけど。いや、ここまで揃えてたら買いたいもんね。本を買うってね、自分の手持ちとの相談みたいなのあるでしょ。こんだけ揃ってたら、じゃあ最新作買うかとかなるじゃない、普通。僕はもう真面目人間というか、なんか典型的 A 型みたいな、貴重面な人間だから、早く欲しいって思っちゃうんだけどね。で、次ね、こっち行くと、村上春樹ですね。村上春樹もこれ全部揃ってますよ。翻訳だけ持ってないんですよ。文書文語でもね、春樹の翻訳ってあるんだけど、それね、僕一冊も持ってなくて、なかなか ってないんですよねやっぱ名作はパン屋最終劇色彩を持たないもいいし女のいない男たちは短編集ですねで個人的には若い読者のための短編小説案内も面白いとであと川上美子さん4冊ね父となんで芥川賞を取ってね6つの星々は対話集ですね対談みたいなやつなんですけどエッセ世とかが多いんじゃないですかで大道玉木先生ね しょっぱいドライブで芥川賞を取ってる作家ですね。で、芸人、総久さんは中陰の花で芥川賞を取ってて。これの解説は河合隼先生がやってます。で、あと、清川隆行ね。これね、やっぱ欲しかった昔から。今これ四角形のね、なんか形の4の5とか書いてるけど、昔の文集文号って四角形がなかったわけ。文集文号の154の1だったわけ。だから154っていうのが清川隆行の番号で、IWEO じゃなかったから、ずっと1から154まで作家番号がずっと続いてたんだけど、 いつしかこっちの K とか、たーとか、かーとかにのアイウェ順になったっていうね。そういう経緯あるんですけど。で、続きまして下行きますと、ここですね。 ここね、高木信子先生の19冊かなが全部揃ってます。これもよく集めたよね。水脈だけちょっと焼けてんのが残念だけど。ファンタジアはもちょっと焼けてるよね、これね、上の方ね。高木信子先生はね、ちょっと前までね、芥川賞の選考委員をやってた。偉い先生ですけどね。芥川賞もね、撮ってますけど、あれ新潮文庫のなんかで撮ってたね。いやなんかね、渋い小説書くっていうイメージあるのよ。僕ね、ちょっと読まなきゃなと思って、全部は読んでないから。僕ね、こんだけ持ってても全部読んでないから ね、よくね、コメントで、全部読んだんですかみたいなコメントよく来るんだけど、読んでませんからね。積 <laughs> んどく山ほどありますからね。でもね、やっぱ本棚に並べるっていうね、快感もあんのよ、僕。読んでても、読んでなくても、全部一色たに、こう順番で並べたいっていう人間だから <laughs>、それがしたいところもあるんのよね。で、あと、ここ、河野太子さんね。臭いきれと、後日の話と、小説の秘密を巡る12章。これね、河野太子さん、この3冊文書文庫だけど、この番号が144の1でこっち、 1-28-1-2でしょで。連番じゃないじゃないですか。これ連番のパターンもあるんですよ。作者によっては。さっきの大江健三郎なんかリニューアルしてないでしょ。この110-1-2-3-4ので大の1-5のになってるじゃないですか。でもね、ここの四角形なんかないんですよ。厳粛な綱渡りの四角形 で o、の1の3とかはないんですねだから、これはリニューアルせずに、そのまま連番で1、2、3、4、5でなってんだけど、この太鼓は連番になってないんですよ。だからね、こう、文章文庫でね、ズレがあるんですよね。僕やっぱり几帳面タイプでね、神経質な人間ですから、あれこれ作者によって違うと思って、まあ、仕方ないよね。 あと、柴田翔さんの、されど我らが日々。これ、真相版なんですね。あの、文書文語も、真相版になると番号変わるっていうのありますからね。で、ここのね、2番があるんだけど、持ってないんですね。で、これね、内田春月のファーザーファッカーね、これ、ウーの6の16でしょ。これ、後で出てくるんだけど、1から15が緑色してんですね、背拍子。で、このファーザーファッカーの、これも真相版なんですけど、これだけ白いんですね。たまにあるんですけどね、新調文語でも、高田書文語でも、背拍子の色変わって、別の場所に置かざる、 得ないいっていうパターンあるんですよねあの僕は色別に分けてる人って、僕見たことないもんね。あの、色別で分けるってことは、そんだけ量を持たないといけないんだけど、僕さ、僕以上に文春文庫とか新潮文庫とか持ってる人ってね、あんまり見たことないんですよ。いると思うよ、さ。全然いると思うけど、なんかこの分け方してる人をね、見たことないんですよ、僕は。結構さ、いっぱい本持ってますっていう人さ、やっぱ積んでんだよね。 で、積んでて、レーベルとかぐちゃぐちゃで積んでたりするじゃないですか。僕はきちんと入れたいんですよ。だからこれ、ね、あんまり見たことないよ。こんだけなんか揃ってるっていうか、黒、白、赤みたいなで、ね、並べてる人って見たことないんだよね。いんのかなぁいたらね、なコメントください、いか。はい。で、畑山弘氏のね、いつか奇跡を鳴らして。これ芥川賞撮ってる作品です。だいぶ古いけどね。この四角がないから古いっていうの分かりますけど。で、沼田信介さんのエイリーね。これ最近のね、芥川賞の作品ですけど。沼田さん新作書いてほしいね。っていうか 単行本出してほしいね。新作書いてるんだろうけどね、単行本にね、なかなか2冊目出てないよね、多分ね。で、これね、岡松和夫さんの鹿の島。これもね、芥川賞取ってる作品。てか、次の滝沢美恵子さんの猫浜の犬町でと、又吉直樹先生火花と、郷静子さんのレクエムも全部芥川賞取ってるんですね。文春文言ってね、芥川賞取りやすいって言われてるから、元々芥、芥川賞直樹賞の日本文学振興会は、文芸春秋の一部みたいな感じなんですよね。だから実は文 文春が取りやすいという噂があるんですよ。最近はね、あんまっていう感じもせんでもないんですけど、昔はやっぱ文春、文春、文春っていうイメージあったよ、やっぱり。なんか強いイメージあったね。いわゆる文学界ですからね。で、あと、シュニッツラーのね、夢来たこれシュニッツラーあるんだね。こういう文春文語で。なんかイメージないよね。これ海外文学ってあんまり文春のイメージないんだけどね。これなんかアイズ・ワイド・シャッ 元の原作がこれだったったけで金原ひとみの憂鬱たちねで竹本信晴先生の「パッチワークね」ね昔めちゃくちゃハマった時あるんですよ竹本信晴先生そ下妻物語の映画とかね見てねハマったりとかしてましたけど津村貴久子さんの「婚礼奏礼その他ね」この後にね「富幽霊ブラジル」っていうのがあって。 それも欲しいんで、すすけどねねね持っててなくてででで高井雄一さんの、ね、北の北川も芥川賞です、ね、で石井真治のね、二冊ありますけど、石井真治って僕ね、あんまり読んでないんですよね。新潮文庫とか講談社文庫でも石井真治出てますけど、買ってないんだよなちょっと悩んでんだけどね、そろそろ買うべきか石井真治だと思ってね、文集文庫はこの二冊しかないので、パッと揃えれるんですけど、新潮文庫ってね、十冊ぐらいあるんですよ。石井真治もさ、あんまりね、文学賞に恵まれなかったよね。 芥川賞とか取ると僕すぐ読むんですけど三島賞もね野間文芸新人賞も取ってないんでなかなか取れてないイメージあるんですよねで藤沢州の3冊ね藤沢州も芥川賞作家ですけどあれはブエノサイレス午前0時でカーレ文庫が出てますけどこの4番にね貝 っていうね、本があって、それも欲しいんですけど、持ってません。で、カイコタケ先生ね、一冊、青い月曜日ありますけど、後に出てきますけど、カイコタケ先生の、これ2番からなるのかな、緑色になってるんですよ、背拍子が。だから、白と緑になるから、横には並べられないんですよね、やっぱ色でやってるから <laughs>。配列の問題だよね。僕は、あゆえ順ではなく、色別に並べて、見た目を綺麗にするっていう技を使ってるんだけど、そうなると、こういうカイコタケ氏とか、うちら春菊とかの例外 が出ててきちゃうっていうっいね何をやってもね、やっぱり例外って定義がね、それをどう処理するかっていうのがね、あの腕の見せ所みたいなとこありますけど、村田沙やかさん2冊ね、まあ、昆明人間は言わずもがらですが、意外とね、綺麗なシワの作り方、宿女の思春期病っていうのいいですよ。やっぱり、ね、村田さやかさん面白いからね、これエッセイなんだけどね。で、あと糸山明子さんの、イッオンリートークと沖で待つね。沖、まあ、で待つで、芥川賞取ってます。この次の3番に、離陸っていうのが多分、文章文号で出てますけど、そう思ってないですね。続きまして、 で、ここは中山加穂さんね。よろぼしけっへるね。これ、講談社文庫の時でも言いましたけど、やっぱ中山加穂さんいいんですよ。面白いんですよ。この人どちらかというと純文学よりかはエンタメ系の人ですからね。山本守護の賞も取ってますから、エンタメの人ですが、僕が珍しく読むね、エンタメサッカーの一人ではありますね。杉沢めぐむさんの、帰れぬ人々かける少年ね。これ、文学界新人賞デビューと、あと泉教科書かなんか取ってましたね。で、お辻克彦2冊ね父が消え タで、取ってますね。で、高橋玄ちゃんの君が弱、千代にや千代にね。高橋玄一郎って、浅井文庫とかね、まあ講談社文庫とか何歳か出てますけど、文春文庫これ一冊しかないんだよね。なんか文春とは仲悪いのかね。<laughs> まあわかんないけどさ。なんかあんのかな。で、篠原はじめさんの開音ね。これあの、文学界新人賞を取ったやつですけど、面白いよね。開音ね、めっちゃ面白いからね。まあちょっと前のね、平成入っ てぐらいの作品だと思いますけど僕が好きそうなね廃墟と破壊みたいなそういう世界なんですよねいや面白いなぁと思いますねで、あと宮沢昭雄さんのサーチェンジシステムガッシュこれ表紙めっちゃね面白いからねこれ何回も見せてますけどこの表紙いいでしょこれ外のさ地面とかにあるさタイルかなんか溝のとこにある蓋みたいなさこんなあるよねこれあの芥川賞の候補作品になって問題作と言われたけど取らなかったっていうねだいたい問題作って言われるやつ取 来らなかったしするんだけど、ね。で、あと再発達費さんね。 最果てた日はね、やっぱどっかのタイミングで芥川賞とかに来ると思うんだけどね、後方ぐらいはなるんじゃないですか、最果てた日。いや、芥川賞、この流れ取るでしょって僕いっつも思うんだけど、どうなんでしょうかね。で、小川洋子先生ね、4冊あります。妊娠カレンダーで芥川賞取ってますね。いや、小川洋子先生ね、博士の明日数式でね、第1回の本屋大賞を取って有名になりましたけど、もともと純文学の人間だからね、海縁新人賞から出て、芥川賞も取ってるから、あとね、小川洋子先生ね、基礎 かな結晶でさ海外翻訳されて評価されてねノーベル賞取るんじゃないかとか言われてますけど結構正当な文学踏んでる人で本屋大賞ってね本当に初期の方ってねちょっと固めっていうかなんかエンダメ要素をめちゃくちゃあるっていうよりかは妥当なとこ踏んでたけど 結構柔らかくなったイメージあるんだよね、本屋大賞。まあ僕の勝手な捉え方かもしれませんけどね。で、あと辻原信さんね、8冊あります。辻原信もね、村の名前で芥川賞を取った作家ですけど、もう結構大御所ですよ。で、村田清子さん5冊ね、鍋の中で芥川賞を取って、あの黒沢明も映画にしたんですよね、鍋の中で。結構ね、高いですよ、やっぱ村田清子。この中で言ったら、光線が多分高かったんじゃない千何歩とかすんじゃなかったかな。何年も前の文庫で、千円とか言ってるやつって高いって、 いいう意味なんんでですすよねね今、ま、他の単行本ととかもう高いんですよ、ね、ちょっと人気あんのかなあと、渋沢たずきは6番なんだけど、これ5がないんですね。あの、黒魔術の手帳っていうね、本だけ僕持ってなくて、なかなか手に入らなくて、あと7が、高岡新能公開記が、確か新相版で7番に出たんじゃなかったかな。それも欲しいんですけど。で、松尾鈴木ね。松尾鈴木はね、劇団大人計画の人ですけど、クワイエットルームにようこそとか、老人賭博も芥川賞 の候補ならなかったでもう一個ぐらい多分なってて、前田史郎とね、なんか僕ごっちゃになる感じあんですよ、たまに。てか、劇団の人って、芥川賞の候補とかなるんだけどね、なかなか取れない人は取れないんだよね。なんか取る人は取るんだけどね。なんでなのね。で、大岡明の2冊ね。大岡明も、表彰生活っていうので芥川賞取って。で、他昏のストームシーディングね、第2回の三島由紀夫賞取ってるんですね。瀬戸内寂聴先生ね、2冊あります。<laughs> 瀬戸内寂聴にね、手出す べきなのかっってめっちゃ悩んでるんででるすよ僕皆さんどう思いますか絶対面白いんですよ。あの、もともと作家ですからね、瀬戸内役長でね。で、お坊さんになりましたけど、これ文書文庫で19でしょその前に18冊あるってことですよ。で、これピンク色なんだけど、後に出てくるんだけど、瀬戸内役長の文書文庫でもともと黒かったんですね、背拍子が。で、19番ぐらいからね、ピンクになんですよ。いや、なぜピンクにしたしって思うんだけど、いや、そういうことあるんでしょ、文書文庫は。色変えるのかと思って、 で、昔は瀬戸内晴海名義だったからね。晴海の時は黒かったんですよね。で、次下行きまして。で、ここ、車谷超吉先生ですね。車谷超吉も、一冊だけ持ってなくて8番ね。これは灘の男っていうの持ってないんですけど、それ欲しくてね。でも、こんだけ集まってることってなかなかないですよ。よう集めたなって割りながら思うよ。車谷超吉はね、いいっすよ。面白いっすよ。あと、メトルマシューンね。これ、水滴2冊ありますけど、水滴もね、1000円以上ぐらいすんですよ。文語本で。で、僕見つけたんで、 一冊目買っちゃいましたけど、あの、これも芥川賞取ってるんですよ。なんかね、平成初期ぐらいの芥川賞の文庫本ってちょっと高いんですよね。なんかないのかなないやつはないんだろうけどね。だから芥川賞でも、コンビニ人間とか、火花とかね、めちゃくちゃ売れるやつは売れるんだけど、売れないやつは売れないんだよね。ラッドサイアって思うんですけど、あるんですよ、そういうのね。あと次、吉行淳之介の犬が育てた猫ね。これなんか吉行淳之介だったから買ったっていうね。あと何冊か文章が出てるっぽいですね。 で津村節子さんね、2冊、11と14で中途でしょう。津村節子もね、文章文庫がめちゃくちゃ本で出てて、それも買うか買わないか悩んでるんですよね。でも関数が多いと、一回手出し始めるとね、なかなか終わんないっていうのがあって、で、どうなのかなと思って。津村節子もね、主演者かな。 から出てるギャングっていうやつで芥川賞取ってますけど、渋い小説書きますよね。昭和の作家っていうイメージありますけど、で大場美子のとがの夢ですね。この人は三匹のハニで芥川賞取ってる。で寺山修司の僕が狼だった頃。寺山修司の文集なんてあるんだね。いやーこれもね一番がねあるみたいで、それもちょっと欲しいですね。青山七重二冊ね。青山七重も芥川賞作家。山内玲奈さんガンダマシーっていうね、これねガンの話で、これじ みたいな小説んんだけどこの山内玲奈さんも実は癌でこれ文学界新人賞受賞する前かした後かどっちかにもうガンですぐ亡くなったんですよね。で受賞して亡くなったみたいな悲しい作家で、だから多分文春文豪もちょっと可哀想だなと思って文庫まで出したんだと思うんだよね。普通ね、文庫まで出さないですよ。文学界新人賞だけでは。単行本はね、出すかもしれないけど、なんか文庫までしてくれたのはちょっと嬉しさだと思うよ。文春さんの慈しみの心。 がが見れたたっていう感じが僕したで、あと、渡谷やりささんの3冊ね。これタイトル週1だよね。これ勝手に震えてるとかね。生姜の味は熱いとかね。で、であと、やんいいさね。 時がにじまさで芥川賞を取ってますね。この人は中国人なんですけど、初めての、いわゆる母国語が日本語ではない。中国人だから中国語を喋るわけですね。中国語で育った人が日本にやってきて日本語で小説書いたら芥川賞を取ったっていうパターンで、リービヒデオのパターンだけど、リービヒデオをさっきらせてやれよって思ったけどね、なんかあったのかな、時代的に。で、黒田夏子のね、エビサンゴと漢字体の音、これ2000円くらいしますからね、この方。この方高いからね、皆さん あの向こうで見かけたらすぐ買ってください。これはこれ単行本ないからね。ab35 っていう単行本あんだけど、で漢字体の踊りっていう単行本あんだけど、それを合本したやつなので、これは文庫本のオリジナルの編集になってるんですね。安かったら買ってください。はいで、あと川上弘美さんの9冊ね。蛇を踏むで芥川賞を取ってますけど、川上弘美さんのもともとね。第1回パスカル短編文学新人賞って言ってこれ筒井康隆先生が。作った 賞っていうかパソコン通信の時代ですよ。パソコン通信でも見慣れない言葉になりましたけど、その時代にあったパソコンで応募を募ってた新人賞に受賞して、川上博美さんはデビューしたんですね。だから、筒井先生が見出してますからね、川上博美を。いやー、さすが筒井先生と思ってね。で、ちょっと言っとくけど、筒井先生のね、文章文語とか、講談社文語とかは、あの、前回と今回出してませんからね。あの、筒井先生は筒井先生コーナーっていう のだけ作ってますから僕はでそこに井先生の新聴文庫文書文庫講談社文庫角川とか徳間とかね色々そこに詰め込んでるんですよ僕は唯一一人の作者だけで集めてるコーナーってあるから井先生は別にしてると いうことです。で、あと、ここ、野坂秋雪ゾーンね。いや、これ揃ってんのいいですね。まあ、微妙にないけどね。2、8とか、9、10、11とかないですけど、そこ揃えたいんですよね。野坂先生ね、最近になってね、面白さ分かってきたんですよ。だから昔はね、なんか変な文章書くなとか思ってたんだけど、純文学の良さみたいなのが分かると、スッと入るんですよね。あのね、野坂秋雪とか、西かな子とかは、文体がね、独特なんですよね。純文学で、 文体独々のパターンってあるじゃないですかそれこそ町田公とか初期の川上美恵子とかはそういうのだけど野坂先生はホタルの墓アメリカ秘敷でナウキ賞取ってるんですねだからどちらかと,とエンタメの人なんですよねまあ芥川賞ナウキ賞の2分で分けたらだよ大きく2分するとナウキ賞なのでエンタメだってことになるけれどもやっぱりどちらかというと順分の味がしますよねそういうのってあるんだよね単純に分けられないところもあるんですよ芥川賞ナウキ賞僕常に芥川賞ナウキ賞 二 <laughs> 分してますけど、やっぱちょっと例外みたいのもあんだよね。それはね。あと、町田浩先生3冊で柴木佳子先生ね。この人も芥川賞作家ですけど、大南海とかの初期の方ですけどね。滝口優勝の死んでいないもの。これも芥川賞取ってます。これめっちゃ面白いけどね。で。あと、青の層の愚者の夜、これも芥川賞取ってます。で、森敦の月山超海山ね。これも芥川賞取ってますね。まあ、右二つは古い昭和の芥川賞ですけど、愚者の夜とか難しいよねな。なんか 何何書いてんのかからないみたいいいいいてのかかかかかわわららななななななみみたたん元文学や僕も,もう1回読まなきゃねで、あと、下行きますと、ここですね。黄色緑コーナーですが、マリアサイチ先生ね、年の残りで芥川賞取ってるんですけど、これジュエーターで川端康成賞取ってるんですけど、あと、間もね、買うか買わないか悩んでるんですよ。間を買うか買わないか悩んでる作家って僕結構多くて、特に昭和の作家で関数重ねてるパターンはね、手持ちのお金 金がなくなるといや,やっぱここ買わなくていいやっていうパターンでいつも買わないみたいな <laughs> ちょっとねかわいそうな昭和作家人なんですけどいやまたいつかちょっと揃えたいと思いますねで鹿島玉城さんのね黄金の猿これ一冊しかないんだね文春からね面白いですけどねで柴崎智香さんの春の庭とあと木崎さと子さんの青霧も芥川賞取ってます木崎さんは古いけどね春の庭は面白いですよ現代的でいいですねであと吉村万一先生のねこれくちくちばん2冊あって ハリガネムシ、ボラード病ね。ハリガネムシでアクタガショ取ってますけど、クチュクチバーンね、僕ね、2冊持ってるんだけど、これもね、もう2000円ぐらいするんですよ。こっちのクチュクチバーン、焼けてるじゃないですか。白いでしょ。これ完全に焼けなんですけど、こっちのクチュクチバーンは、これちょっと見えないかもしれないけど、背拍子ちょっとね、ボロボロなんですよね、なんかね。硬いもんにこう押し付けた感じの、ボコボコなってたりとか、表紙もちょっと傷がね、結構ひどくて、クチュクチバーンはね、かなりの名作なんですけど、僕のか いういうくちゅばんはボロいのしかないんですよね <laughs> 状態いいの見たことないんですけどねくちくちゅねちょっと欲しいんですけどやっぱ高いんですよ2000円くらいすんだよなであと三浦淳5冊ね三浦淳僕大好きでね結構角川とかで揃ってんですけど文春だったら2とね5とで最近ね8、9かなんかね連続でね出したんだよね文春であとねこのない仕事の作り方が本屋大賞のなんかさ話題賞かなんかさそういうの取ったでしょ本屋大 話題賞ってそういうのもしてたんだと思って、僕知らなかったんですけど、よく小説ね、10作品だけ最終選考残して、投票でね、1位は何とか2位は何とかにするっていうパターンありますけど、話題賞みたいなの出すんですね。これは本自体はね、もう何年も前の本なんですよ。だから話題賞は多分、1、2年とか関係ないんだろうね。今年出た本とか関係ないんだよね、話題賞は。いや、面白いんですけどね。で、山下隅人のギッチョンね。 これちょうどね、発売日に買ったんじゃないかな、これ。山下隅人が、新世界がなんかで、芥川賞取るときに、多分議長も文庫化しますかなんかで、多分便乗商法で <laughs>、文春が出したんだと思うんですよね。で、その時買ったんですけどね、読んでないです。で、あと、古山駒夫の4冊ね。ま、あこの人は戦争小説をよく出してた人ですけど、昭和の作家ですけど、これ、古山駒夫さん、芥川賞ガってんだけど、その、プレオーユイットの夜明けっていうね、作品で芥川賞取ってんだけど、この中に入ってます。あれ、合眼内ね、 ね、妻の部屋かなんかがあって、それも欲しいんですけどね。で、あと伊藤美ね、8月の路上に捨てるで芥川賞を取った作家ですけど、もともと文芸賞ですからね、助手席にてぐるぐるダンスを踊って、文芸賞だから川で処方新者から出てきたんだけど、文春で芥川賞を取るっていうね、まあ、よくあるんだけどね。で、内田春菊さんね、さっきあの、白いところでね、ファザーファッカーが16番の白いのでありますけど、ここはもう1から15までね、緑色なんですね。で で、僕、13、14だけ持ってないんですけど、いやー、まあ、ちょっと色変えてきたっていうね。まあ、瀬戸内寂聴先生も、色変わってますからね。仕方ないんですけどね。で、小木の杏奈さんの、背負い水と、あと、又吉英樹さんの、豚の報いね。これ、芥川賞を取ってます。いや、古いね、このあたりのね、平成初期ぐらいじゃないやっぱり。やっぱりね、90年代ぐらいのね、文学ってね、好きですよ。僕はリアルタイムじゃないから。 90年代初期は。僕ね、2000年代以降がやっぱリアルタイムの人間だから、やっぱ地頭世代前ぐらいのね、本読むとね、あ、こんな文学もあったんだとか思っちゃって、やっぱ面白いなって思うんですよね。僕90年代は好きなんですけど。で、磯田健一郎の王子ライコンね。これね、2000ぐらいするんじゃないかな。<laughs> 磯田健一郎もね、高いやつ高いんで、これもちょっと高いですよ、多分今。で、江藤淳ね。南州残影と。妻と私、幼年時代、ね。江藤淳は評論家の人ですが、まあ、批評家と言ってもいいだろうけど、 これ以下ね、10番までもあるんですよ。それ持ってなくて、あんまり見ないんですよね。いや、欲しくてね。江藤淳の伝説はね、やっぱりよく聞くので、読みたいんですけどね。優れた評論が文春文語でもあるらしいから、それちょっと読みたいんですけど、なかなかなくてね。であと、犬焼とのね、俳優亀岡田口ね。犬焼と芥川賞も行かないのかね、候補にね、4回かぐらいになって、結局撮ってないんですよ。でもね、撮るべき作品もあるんですけどね。豊崎由美さんとかはね、 結構押してますよね。犬やきといいなとか言ってますけど、僕も好きなんですけど、アクターショー撮ってほしいんですけどね。で、あと、安岡翔太郎編集の、滑稽粉尿炭、ウィタ粉尿アリスっていうね、本なんですけど、まあ、粉尿炭っていうシリーズあるよね。やっぱシリーズっていうか、一つのね、テーマであんだよね。アンソロジーを作るときに、あるんですよ。粉尿炭っていうね、変わった。でもやっぱ面白いね。やっぱユーモアがそれだけであるみたいな。そこを安岡翔太郎が編集したと。いいですね。で、あとね、これ、古山 のね下手ああが歩いいたたっっっっててさっき古山あったじゃないで、すかこれねねここっっちちょっと緑なんです、ね、ですれ文春文庫の291の1なので、つまり、これは連番になってないってことなんですね。大江健三郎は連番だったけど、これは文春文庫の1で、こっちからまたリニューアルして1、2、3、進出したと。同じ古山駒緒なのに、そういう扱いされるというパターンのやつね。で、あと吉本孝明先生の文春文庫、我が天候と夜と女と毛沢と吉本孝明もね、僕、全然 読んでないんですよいや、読まなきゃと思ってね、ハイイメージ論だとか、なんとかだとかあるじゃないですか。あの、やっぱ、小林秀夫、吉本隆、 ラインのね批評家のラインはちょっとね僕勉強したいんですけどね岩波文庫とかから出ないのがね20年後ぐらいしたら出そうな気がするけどねもうちょっと早いかなで下行きますとあとね3段あるんですねでこれ三好京蔵先生の子育てごっこねこれ変わっててこれ文学界新人賞受賞してデビューですけどこれで速攻直木賞取ってんですね文学界新人賞は純文学の新人賞なのに直木賞はエンタメでしょだから同じ作品で純文学の賞と エンタメの賞を取ってるっていうことになるんだよね。いわゆる、響きと同じようなことかなって思った。<laughs> 響き小説家になる方法っていうね、漫画があって、あれ、芥川賞と直木賞同時に受賞するっていう話だけど、この時代だったらあり得るのかなって僕は思った。今の時代はね、やっぱあり得ないと思うんだよね、芥川賞と直木賞同一受賞って。これ多分昭和とか、そのあたりの人で,でしょうけどね。あとは炎上等のオブザベースボールね。これも名作ですよね、炎上等ね。で、あと、モブノリオ先生の介護にも <laughs>、これも、 幻の、伝説の問題作、介護入門ですけど、まち面白いからね、介護入門。みんなこれ100円で売ってたら買ってください。あの、解説がつつい安坂先生やってますから。<laughs> めっちゃ面白いから、モブの利用。単行本はよくね、介護のとこに入れられてるよね。介護入門っていうタイトルだから、介護のとこにね、入れられてんの。文学じゃなくて。よく間違ってんだよ、ブックオフの店員ね。まあ、タイトルだけでは分からんからな。で、ヘンミヨウ先生のね、3冊ですけど、自動気象装置でね、アクタガ賞取ってますね。で、あと、アライマンの3冊。 2ですけど尋ね人の時間の役立場所を取ってますねあ、で、あとカイコウ先生ね何冊か僕持ってないんじゃないかなあ、そうそう私の長魚大全が2でしょさっき白いカイコウタあったでしょだから色変わってないね、2番から1番だけ白いのに2番から緑になるんですねいや、どうなんですかねであと池澤夏樹先生が で、あの、この後に8番があって、それも欲しいんですけど、南の島のティオっていうのがね、これ、情報版出てるんですね。僕知らなかったし、アマゾンでも出てないんですね、これ。で、僕、本屋さんで情報版見つけた時に、あれと思って、こんな本あんのと思って、調べても全然出てこなくて、これびっくりして、へえーと思って、そんなことあんだなと思ってね。調べてもね、出てこないことっていくらでもあるからね。で、あと、夏目房之の助の古典教養祖骨講座っていうね。まあ、夏目房之の助は、夏目想像 最近の孫でね漫画研究とかもやってんですけど結構いろんな本書いてますよね漫画のこと以外にもねいろいろやってますよねであと三浦助幸さんの古事記の役ですね皇后役古事記の神代編と人代編ねあの古事記って初期の方にね神様がいっぱい出てきてあのイザナギとイザナミがね山中の神を作ってさでそっから物語広がったりしますけどその後に天皇の話入りますよねあの大和武がね出てきてみたいななんとか 天皇になななっってみたいな話がこっちなんですよねだから、小じきって2つあんだよね。で、あと、島田雅彦先生3冊あります。未確認、美好物体でね、芥川賞の候補になりましたけど、もしくは、もっと前にね、6つね、芥川賞の候補になりましたけど、取らなかったね。で、原圭介先生のね、スクラップビルド、そして、翔野り子のタイムスリップコンビナートで芥川賞取ってますね、それぞれね。翔野り子はね、もっと文庫が咲いてもいいんだけどね、売れないのかなぁ。文庫がしてほしいんですけど、翔野 <laughs> よりこの文庫が欲しいんですけどどこかの出版社出してくれませんかまあ、講談社の文芸文庫でねしばしば出してますけど高いですからね文芸文庫はねであと重金かねよしこさんの山合の煙これも芥川賞取ってますね昭和ので中里恒子さんの4冊ね中里恒子さんでねもう本当に第何回とかの芥川賞の人で初めての女性の芥川賞作家じゃなかったかなで乗り合い馬車かなんかだけど文庫用がないんだよねもう初期の方の芥川 作品って文庫本本もなないいいしし単行本は高いしみたいなもう入手不可なんですよねだから、それは読みたいんだけど、芥川賞全集買ってくださいみたいな話だから、もうこういう周辺のやつをちょっとずつ買ってます僕は。そういうパターンの作家です。で、阿川博之先生4冊ね。阿川博之も第三の新人だったっけ作家なんだけど、これエッセイですけどね。で、これだけ対談ですけど、吉野隅からシリーズっていうのがあって、この後ねもう一個、吉野隅完結編みたいなのあるんですよ。でその前 もう作品があっっててそれ欲しいんででですすけけどどねでとをねラ,ララ科学の子で、ね、三島由紀夫賞を撮ってますけどこの人もさ、純文学の人なのかななんかいまいちね、純文学でもエンタメでもわからないみたいな作家っていいんだよね。あの、三島由紀夫賞は純文学の賞だから一応買ってるんですけど、やっぱなんかエンタメのね、ハードボイルドのイメージもあるんだよね。だからちょっとわからないみたいな。 直木賞も取ってないね。芥川賞も取ってないから、まあ一応よくわかんないんですけどそのジャンルが。僕から言わせると、ほとんどの人はもう芥川賞側か直木賞側でもう二分できるんですけど、この人はわからないね。<laughs> で、あとね、ここの二つ紹介したら終わりますけど、まあここはね、もう内田達る先生ですね。僕めちゃくちゃ好きな内田達る先生ですけど、からさらにね、二冊ぐらい出たんじゃないかな。内田達る先生もね、半年に一冊ぐらい文庫化されるんですよ、文集文庫で。だから、めっちゃ買わないといけないんだけど、やっぱ 面白いよ。 うちだたつる。あの、やっぱ現代思想から来てる人だから、こレビナスとか、あとラカンとか、そういう難しいこともしながらも、なんか普通のエッセイみたいなのもしながらも、みたいな。村上春樹の評論もしながら、高橋源一郎との協調も出しながら、みたいな。結構ね、幅広くやってます。いや、面白いよ。超面白いからね。皆さん、あの、100円とかで売ってますよ。こんだけ24冊出てますから、100円で買って読むっていうのいいと思います。で、あと、長島優さんね。あの、猛スピードで母はが、が 二合所取ってる作品でサイドカーに犬、うん っていうので、文学界新人賞取ってますけど、長島優さんもいつかなんか芥川賞の選考委員とかになりそうなタイプの人じゃないですか文学界新人賞がなんかの選考委員はやってんだけどね、5年後か10年後ぐらいに芥川賞の選考委員になりそう。勝手に言ってますけど。で、高見潤のに2冊ね、この前ナンバーぶらついてたらあって、へえーと思って、高見潤なんか文集文庫であったんだと思って、この人詩人だけど、まあ小説も書く。でも7でしょで3でしょだからまだまだ持ってないの。多いんですけど。 で、あと中村文則の3冊ね。まあ私の消滅が一番新しいですが、兄弟 X とか、土の中の子供とか代表作いろいろあって、又吉先生が好きなね、作家です。で、中上賢治が3冊ね。まあ今ね、中上賢治ブーム来てると言われていますけど、まあ昭和の作家ですが、推し模様のね、宇佐美林さんが中上賢治好きってね、言ってて、ちょっとブーム来ましたよね。で、丸山賢治ね、賢治賢治になっちゃってるけど、まあ、丸山賢治も昭和の作家ですが、なかなか ないんですよねこの人も芥川賞取ってます。真山賢治の本もっと欲しいんですけどね。で、あと、聖蘭雄一さんね。聖水爆心ね。あの、聖水で芥川賞取ってね、あの、爆心で、谷崎淳一郎賞と伊藤聖賞かなんか取ってんじゃなかった。聖蘭雄一さんもね、他のね、本文庫がされない方、単語本で買わないと読めないんですけど、欲しいんだよねー。結構欲しくて。で、あと、西村賢太の小説に、すがりつきたい夜もある、五七五のリズムいいっすけど、これ2番でしょまあ、後で出てくるけど、 小銭を数えるっていうね、西村県ってあるんですけど、これ灰色なんですね。で、これ青なんですね。いや、これなんで色分けたんやっていうね。まだね、3、4ぐらいあるんですよ。それも欲しいんですけど、長井達夫のね、海藻の芥川直樹賞っていう。長井達夫ってね、芥川賞直樹賞の選考委員やってたんですよ。で、 もう初期の方ですよ。っていうか、く時間が、芥川賞直賞を作ろうって言った時の、もうなんか全部やってたらしいんですよ、この人が。<laughs> この人自体も作家ではあるんですよ。なんだけど、広報作品収集、選考委員会の日取り、会場の設定まで、事務の一切を処理し、戦後は選考委員を務めた筆者がっていうね。そういうのやってた人らしいんですよ。作家なのよね。まあでも、やっぱ初期の芥川賞直賞って、やっぱ規模も小さかったんじゃないですか、そら。今はもう160。 10回とかやってますけどね最初なんかもう戦前ですし戦時中とかになるとやっぱりちょっと難しかったのかもしれないねだから貴重な記録なんですけどねであと坂田博夫のね土の器ね芥川賞取ってる作品でねあの坂田博夫もね児童文学とかと童謡とか作ってたみたいですけどねなんかそっから来る人もいるんだね芥川賞の世界にねで最後のね LINE ですけどここね太宰治中島淳森生賀夏目漱石芥川龍之介のねここのシリーズですよ 現代日本文学館っていうシリーズでこういう表紙でね、揃えてるやつなんですね。文春文庫から基本的にはこういう近代文学ってあんまり出さないんですよね、実は。新潮文庫とか修英社とか角川とかは、よく夏目漱石とかね、あの、芥川隆之介とか、大量に出してるじゃないですか。でもね、意外と文春文庫ってなくて、数えるぐらいなんですよ。ここら辺のやつしかなくて、こう珍しい出版社ではあるんだよね。だってこの辺のシリーズってさ、みんな買うでしょ。心なんかさ、みんな買うじゃないですか。新潮文庫 でででもね想想定定をさささ毎年変えててみみたたいいなななプレミアム想定ですみたいなさなんかよくやってるでしょだけど、文集はあんまりそういうのをね、出さないんですよね。そこがやっぱ面白いっていうか、すごいなぁと思う。とか言いながら、ダザ治オ映画化原作コレクションって言って、ダザ治オのね、車両パンドラの箱がね、まあ、実写映画化した時に、なんか多分ついでで声出したんだと思うんだけど、そういう商売機あんのかないのかでわかんないんだけど、これ1って書いてるから2万ですよ。 映画化原作オレクション2もあるんだけど、なんかね、面白い失敗者だなって思うわな、文春って。で、あと吉田修一さんが7冊ありますね。最後の息子で文学界新人賞取ってね。で、パークライフでアクター賞取ってますね。で、あとこれ平野啓一郎ね。あ、これ順番逆ですけど、色違うんだよね。街での終わりには、あの、なんか本屋大賞かなんかノミネートかなんかしてなかった。で、結構売れたんだよね。だから、なんか色変えたのかなクリーム色じゃちょっとイメージ違うのかな っていうことで多分色変わってんだけど、そうするとちょっと並めにくいんですけどね。で、あと、瀬戸内晴美ね。さっき、寂聴ありましたけど。寂聴のさっきのやつはピンクだったけど、これは黒ね。は8番でしょ。いや、揃えるから悩んでないね。瀬戸内晴美。どうしようかな。で、あとこれね、宮本テルさんも、僕、12342627っていう、中途に買ってるでしょ。宮本テルも悩んでんですよ、買うかどうか。このあたり完全に昭和の作家で、関数もめちゃくちゃ出てるっていう作家人です だけどこれから買っても読まないのかもしれないと思うとどうしようって悩んじゃうんだよねでもチビチビと集めたい気もするんだよでもねそろそろ本棚の限界っていうのも僕見えてきてるからどうしようって結構真剣に考えてんだよね、まあ、まだちょっと待機させてますねであとこれ最近があった滝田優3冊ね滝田優は漫画家ですねであとこの4冊ですけどまあ返事羽谷隆の肖像は羽谷隆の関係者にインタビューしまくって羽谷隆ってどんな人だったかっていうのを炙り出すって返。 ね、あと、これ、黒川聡さんの明るい夜ね。黒川聡って最近結構ね、本出してるんですよ。この人もね、なんかだいぶ前の人っていうイメージあるんですけど、野間文芸新人賞候補、三島賞候補、芥川賞候補とか、なかなか取らないんですね。だって99年とかから本出してるから、結構前でしょ最近よくね、本出すんですよね。単行本で。この本がね、なんか2000ぐらいしてるんですよ。明るい夜が。この本は2008年みたいなんで、やっぱりそう10年前。 前に出された本を再発見し高くなるっていうパターンかなとちょっと分析してますけどあとブルボン小林さんの漫画ほにゃららねこの人はさっきの長島優さんと同一人物で別名義で書いてるとエッセイとか書く場合こっちにしてるみたいで漫画の話でね漫画論みたいなやつなんですけどデニシマケンでまあそんな感じでね僕の持ってる文春文庫はこのぐらいですねなかなかねいい本持ってると思いますよ <laughs> やっぱ僕純文学大好きと純文学ユーチューバーと言ってるだけあって 今度は純文学ですけどやっぱこんだけも てる人って僕見たことないけどねいるんだろうけどねそらいると思いますけど youtube とかでもいないし twitter とかでもね本棚紹介しますって言って純文学の人はいないかなと思っておりますはいまあ、そんなところまあこの前講談社やって今回文集やったんで次回ね新潮文庫やろうと思ってるんですけど新潮文庫はねもっと多いんですよだから一本の動画で収まるかわかんないですけどまぁ、あ、ちょっとチャレンジしてみますはいまぁ、あ、そんな感じまぁ、あ、まだね本買ってきたよねどんどん出していこうかなと思ってますんでどうぞ よろしくお願いします今回は終わり高評価、コメント、チャンネル登録ね。どうぞよろしくお願いしますでは,では、お疲れ様でしたバイバイ